富士スピードウェイで果たしてどんなドラマが生まれてくるんでありましょうか。45ラップその後に実りの秋を手にするのはどのドライバーなんでありましょうか。攻めのレースがドラマを作る97フォーミュラ日本第9戦富士、さあ注目のスタートが刻々と迫ってまいりました。フラッグが掲げられます。今スタート、さあスタートはどうか。ポンタはちょっと遅れたか、横にそれた。さあ彼氏が来ましたね。後方にマシンが一体止まっている。あーっとよく聞きましたか。うーん、高木虎之介がいいスタート。高木虎之介、あー一体マシンが止まっている。 TMS か。さあトップはノルベルト。ポンタの高木虎之介もいいスタートを切っていたが、あー高木虎之介がいいスタート。あークラッシュ、ファーマン、ラルク・ファーマンが1コーナー出口でクラッシュ、コースアウト、ウォールに捕まっています。しかし道路上も阻害することはありません。あーそして影山雅彦がマシンが止まっています。影山雅彦がマシンを止めています。スタートから波乱のこのフォーミュラ日本第9戦、しかし好スタートを切ったのは高木虎之介、そして3番手のノルベルト・ボッドラが2番手につけています。あー大きなリードをつかんだが高木虎之介、このフォーミュラ日本ラスト2戦、その意気込みを思わせるかのようなロケットスタート決まりました。さあそしてその後方にノルベルト・フォンタナ、ですね、金石勝人もいませんね。まだ、あー5番手ですか。あー金石勝人も落ちました、5番手。いやまだまだわからない。そうですか、はい。さあ今最終コーナー立ち上がって、オープニングラップはどうやら高木虎之介が制しそうであります。ホームストレートに戻ってまいりました。先頭は高木虎之介、2番手にノルベルト・フォンタナ、そして黒いマシンが2台ですね。今流れていますが3番手に影山雅美、そして金石勝友が、山本がですね、素晴らしいスタートですね。3番手4番手がナビコネクションですね。いやー金石勝友5番手に落ちました。そして6番手